INFP の転職、はい、動画のコメントでですね、はい、ご自身が INFP だと自認されている高校生 INFP ですと、傷つきやすくて人をすぐ嫌いになってしまう部分があり、とても生きにくいと、学校もすごい苦手だけどなんとか行ってますと、バイトも頑張んないと、どうしたら人間関係うまくいくんですかね、何をするにも不安や恐怖が勝ってしまいますと。はい、あ、社長これ返事してるんですね。はい、なるほど。タイプの話はしてないですよ。認知行動療法がいいかもしれませんね。はい、ね、この認知行動療法はネガティブな考え方や行動を現実的でバランスの取れたものに変えるための心理療法ですと。多くの人が生きづらさや苦しみ、これを認知の歪み、苦しいと思うとか生きづらさっていうのは認知の歪みだよと。例えばまあこの動画でもですね、例えばある人から分かりますかって言われた時に、言われた方はなんかこの分かりますかっていう言葉の中に、どうせお前には分かんないだろとか、なんか俺知ってるけどねみたいな、そういうマウンティングとして受け取るっていうことがあると。ただそれは実際言った方はそんな意図は込めてないみたいな話ですね。意図は込めてないと思ってることが多いよと。で、まあこういうその分かったって中に、はい、そのマウンティングの意図として捉えてしまうと、はい、まあ他にもそういうのってたくさんあるじゃないですか。はい、僕多分そういうのたくさん出てくるんですけど、はい、そういうのが生きづらさの元でも実際本当思ってないとは思いますか。本当思ってない、思ってたって関係ないじゃないですか。思ってたって関係ないの意味がわからないです。思ってるかどうかわからないわけじゃないですか。思ってなかったら損ですよね。思ってたとしてもそれを、はい、全く表に出してなければ気にしなくていいわけじゃないですか。いや、なんかニヤニヤしてるとかさ、ニヤニヤしてるはこう行動で出てますよねっていう表現してるわけじゃないですか。はい、言い方とかでそういう表現でバカにした言い方、分かってるでも分かってますとかでも、はい、質問じゃなくて、なんか嫌味で言ってるのは嫌味で言ってる感じがするじゃないですか。それをちょっと、まあ、多めに取ってしまう分は、はい、ストライクゾーンが若干このメジャーなんですよ。はい、広い、はいはい、でこれを解消するのが認知行動療法だと。はい、まあ、認知の歪みってありもしないことで悩んでるって話ですよね。つまりでもそれを言われてもみたいなところはありますよね。でそれは本当ですかですよ。分かってるは本当にバカにしてるのか、ちゃんと検証せよみたいなのが認知行動療法ですよね。あ、だとすると今ちょうど我々の動画ではアーキタイプなんて言ってやってるんですけど、はいはいはい、その戦士っていうアーキタイプがあります。はいはい、多分この聞いてくださったリーさんですね。はい、リーさん高校生 INFP さんも、はい、多分その戦士のアーキタイプはあるんですよ。この何か言われた時に戦うみたいな、はい、いや、それってどういう意味みたいな、はい、なんかそういう意味込めてるとか、はい、どういう意味ですかって、はい、分からなかったらね、分からなかったら聞きましょう、はい、ね、悪い想像してきっとなんか悪い風に言ってるんだって受け止めるのがまあ歪んでるみたいな話ですよね。で、あとまあこの昨日のライブでもやったんですけど、はい、この傷つきやすいっていうのはHSP と重なる部分はあると思うんです。はい、で、その HSP の本にも書いてあったのが、この HSP の方で多いのは自己肯定感が低いっていうのがあって、はい、それめっちゃわかるんですよね。はい、僕も低いです、はい、自己肯定感は。だから、そうやって受け止めるみたいなところもあるじゃないですか。そうですね。知らないのが恥だと思っているとか、はい、うん、あるんですよね。はい、でもこれはまあやっぱ自分ばっかり生きにくいと思ってるのって損ですよね。はい、それが HSP みたいな話ですよね。だともう、はい、これはもうやっぱ言うしかないんだろうなって。
確認ですよね、まあ、そう戦うわけじゃもない、はい、あそうで、はい、このアーキタイプ戦士のところにも出てきたのは、はい、現状をちゃんと認識すること、はい、なので、まあ、まあ孤児までがどっちかというとそんな感じじゃないですか。あ、まあ、幼子はどっちかというと理想にあふれて、うん、はい、でキャピキャピやってる感じです。好奇心旺盛で理想にあふれててキャピキャピやってる感じです。 でもそういうのがなんか裏面に出て傷ついたりして、はい、もう世の中信用できないみたいなっていうので学んでいく孤児の段階があって、孤児の段階があってっていうところですよね。でその自分でその生きていけないと思ってる時に、いやでも生きねばで戦う、はいはい、確認しなければならないとか、はいはい、現実を見るみたいな。あそう、我々、まあ、はい、僕もあの NF の民を辞任してるんですけど、はい、やっぱりまあ現状のちゃんと本当にそうかってことですよね。本当にそうか、客観的に見て、はいはい、だから分かんないものは分かんないってしといた方がいいんですよ。分かんないものは分かんないって、はい、その例えば分かりますって聞かれて、はい、悪意があるのか悪意がないのか、はいはい、なんて分かんないわけじゃないですか。分からないです。で分からないものをきっと分かったふうにしちゃうわけじゃないですか。悪意があるに違いない、うん、僕はそこで結構戦うポーズを取りますけど、はい、それじゃなくてそれってさってなんか分かんないものは分かんないにしといた方がいいんだよ。分かんないんですからなんでこっちに持っていくのって話じゃないですか。あ、話が変わって悪意に、はい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 、はい、分かんないんだったら教えてが多分フラットな状態ですよね。そうですね、はい、まあ、多分攻撃と受け止めやすいとは思うんですよ多分、はい、僕たちってリーさん、NF? リーさんとか僕とかって、はいはいはい、あんまりそんな人はいないですよね、まあ、世の中にはいますよそういう輩も、はいはい、あの、はい、まあ、そういう輩もいますけど、はい、まあ、大抵そんなになんか悪意を持って接するとめんどくさいじゃないですか。めんどくさいです。あ、本当そうです。金持ち喧嘩せずですよ、はいはい、だから大抵の人はこう喧嘩売られなければ喧嘩買わない。あ、自分から振ることあんまりないわけですよね、はい、あとブルーハーツも歌いますよ、はい、いい人ばかりじゃないけど、はい、悪い人ばかりでもないと、はい、まあ、本当その辺そうなんですよ、はいはい、まあ、いいバイト先いい人と出会えるといいですよね、はいはい、そっちのこうネガティブな方ばっかり受け止めると生きづらくなるみたいな、うん、はい、ちょっと現状認識を勇気を持ってするってことですね、はいはい、がまあ確認できないんだったらもう分かんない、分かんないんだからフラットに置いとけばいいって話ですよ。悪意だと受け止める必要はない。いかがでしょう、はい、はい